小沢チルドレンとは、日本の政治家、小沢一郎がその当職、または個人の立場から選挙指南、政治的教育を行って国政に当選した若手議員の総称として、長田町界隈やマスコミ等で使用されている表現である。1990年の第39回衆議院議員総選挙あたりから、この表現が使われ始め、2009年の 第45回衆議院議員総選挙で再び注目を浴びることとなった。1990年に自由民主党の幹事長だった小沢が第39回衆議院議員総選挙にて自民党の選挙戦を指揮し、この時に初当選した若手議員の多くが形成会の一員として小沢の取り巻きとなって行動し、これらの議員が長田町界隈で小沢チルドレンと呼ばれるようになった。 そのうちの一人で、後に、民主党政権時代に、外務大臣、副総理を歴任することになる、岡田克也は、民主党副代表当時の2008年1月に、ジャーナリストの田原総一郎と雑誌にて対談した際、政治家として歩み始めた頃の私は、元祖チルドレンのようなもので、自由民主党、新政党、新進党と、小沢さんと行動を共にしました。と回想している。 小沢が新進党を結成し、党首に就任してから挑んだ1996年の第41回衆議院議員総選挙で当選した新人議員が改めて、小沢チルドレンと呼ばれることとなった。具体的な名前として、達祖拓也西田・武史西野・アキラが挙げられる。小沢が新進党を回答し、1998年に自身の側近や、 新進党時代に当選した議員党で立ち上げた自由党で初当選をした議員が再度マスコミ党で小沢チルドレンと評された。日高剛佐藤浩二、森優子党である。民主党での小沢チルドレン2003年に自由党が民主党と合流した後の第43回衆議院議員総選挙や第44回衆議院議員総選挙、 衆議院補欠選挙や第21回参議院議員選挙では小沢一郎政治塾出身者や小沢が発掘して擁立した新人候補に自らの秘書を派遣して辻立ちなど具体的な選挙戦術を指導し多くの新人議員を当選させた。橋本清人、室井邦彦、小宮山康子、青木愛、菊田紀子、松木健康、石関隆史。 横山北斗、石川智弘、大田和美、谷岡育子、平山浩二藤原義信、横、久米勝人などである。2004年には当選1から2回の議員で作る一審会が結成され、また、小沢を個別に支持する議員に加えて、従来の自由党グループも含め、小沢グループと呼ばれるようになった。小沢が選挙担当筆頭代表代行として、 式を取った2009年の第45回衆議院議員総選挙では143人の新人議員が誕生し、またその多くに前日のような施設秘書派遣や選挙戦術指導を行って選挙戦を戦ったため、マスコミは大々的に小沢チルドレン誕生を報じた。大量の新人議員が誕生したことから2005年の 第44回衆議院議員総選挙で政界デビューをした、いわゆる小泉チ事ドレンとの類似性を報じるマスコミもあったが、鳩山幸夫党代表は1年以上前から候補になった人がほとんどで、国民の気持ちはそれなりに勉強している。小泉チ事ドレンみたいにはならない。指摘レベルも意思も強いと、その場しのぎの候補者擁率ではないことを強調した。 東京都第12区で公明党代表の大田、昭弘を破って、当選を果たした、青木愛は、小沢チルドレンと呼ばれることに対して光栄に思うと、述べたが、小沢一郎本人はテレビに出演した際、小沢チルドレンという言葉が使用されることに対して、批判的な考えを示した。2007年に、岩手県知事に当選した、田ッ拓也も、 小沢チルドレンと呼ばれることに誇りを持っていると表明している。民主党での小沢ガールズ第45回衆議院議員総選挙において、小沢は全国各地の自民党大物議員の地盤に女性候補を多数擁立し、また政権交代の象徴区として必勝を期すために施設秘書の派遣や選挙支援に力を注いだため、それらの選挙区は工事前から全国的な注目を 浴びることとなった。結果、それらの選挙区で小選挙区当選が相次ぎ、また、少佐の赤配率で復活当選する候補者も多かったため、スポーツ新聞や有観誌、週刊誌などはこれらの女性候補者を従来、一般的に報道で使われていた、区の市や女性資格候補ではなく、小沢ガールズという表現で記事を記し、全国紙もこの故障で使用した。 小沢ガールズについて、明確な定義はないものの、小沢ガールズとされた当選者は、新人当選者の三宅ゆき子、福田恵り子、江端隆子、中林美恵子、岡本栄子、山尾しおり、永江隆子、田中美恵子等や、もともと、小沢グループとして、全議員であった、青木彩や大田和美等であった。小沢ガールズについて、2009年8月30日の、 富士テレビの開票特別番組で、タレントの石原良純が、小泉チルドレンと同じではないかと質問したが、民主党代表の鳩山幸夫は失礼だと弁解した。2009年の新語、流行語大賞の候補にもノミネートされた。また、2010年7月11日の参議院議員、通常選挙で、初当選を果たした谷良子も、小沢ガールズとして扱われている。その後、 小沢は民主党から国民の生活が第一へ、さらに日本未来の党へ移り党する。2012年12月16日の第46回衆議院議員総選挙において、小沢は日本未来の党の新人候補として、地元の岩手などで3人の新、小沢ガールズ、北出美章、達祖陽子、佐藤直美を擁立するが、全員落選した。なお、達祖陽子は、 小沢チルドレンの達祖拓也の配偶者であり、夫婦である。第46回衆議院議員総選挙において、小沢ガールズで小沢と共に、日本未来の党へ移り通した、三宅由紀子、岡本栄子、大高美京野紀美子、姫由美子、福田恵り子は、落選した。このうち、青木愛は、小選挙区で落選するも、比例東京ブロックで復活した。また、 同じく第46回衆議院議員総選挙において、小沢ガールズで民主党に残留した田中美恵子、山尾潮里、中林美恵子、長江貴子、江端貴子は全員落選した。この結果、小沢ガールズの勢力は大きく減退し、党首、加片幸子を追い出す形で、生活の党に解消した後の2013年7月21日の、 参議院議員通常選挙以後はほぼ消滅した。2014年12月14日の第47回衆議院議員総選挙において多くが再度立候補したが当選、国政復帰を果たしたのは民主党の山尾潮里、維新の党の大田和美の2名で青木愛は落選した。この選挙の結果、生活の党は政党要件を喪失したが、 選挙後の12月26日、生活の党に山本太郎が合流し、生活の党と山本太郎と仲間たちに解消。2016年7月10日の第24回参議院、議員通常選挙では森優子と青木愛が国政復帰。さらに朱浜良の後継として岩手県選挙区に擁立した木戸口英治も無所属で当選。森と木戸口は、 生活に合流した。党は自由党に解消した。2017年の第48回衆議院議員総選挙においては、民進党及び自由党は公認候補を擁立せず、所属議員は希望の党、立憲民主党、無所属のいずれかで出馬することになった。希望の党からは佐藤浩二が当選、立憲民主党からは岡島和正、日吉優太。 村上文義の三人が当選した。小沢本人と玉木デニーは自由投籍のまま無所属で出馬し、当選を果たした。ありがとうございます。